はい、では高橋ひろきのシネマ館テスト配信です。あ、お久しぶりでございます。テストにふさわしい方を今日はお呼びしております。テスト人間本当にテストにというか単なる暇な人間いえいえ、お忙しい中あの、はい、宣伝作品が多い中ありがとうございます、はいはい、ね、ありがとうございます。9月もたくさん案内いただきまして、はい、大変だったと思いますけども、なかなか大変です。なんか我々でもテイストが似てる映画多かったです。まあそうですよね。あのだからあの Be the Way ちゃんはなんかと Now とピストルライターも似てたし、あ Be Here Now と、うん、とピストルライターも似てたし、で風の行方もなんか、はいはい、なんかこうテイストがちょっと似てて、あ、まあ、風の行方もね、うん、だから、はい、こう割合ガーッと見てたらなんかどれがどれかわからん部分がちょっと出てきて、はい、だからそれが出てきたので見ながら文章を書くようにしました。ああなるほどね。そうそうそう、混同してくるってことですね。我々だからちょっとロードムービー的とか、はいはいはい、こう昔の人と会うようなテイストじゃないですか。なんかまあまあまあね、うん、そうそう、ほんでそれを前にあの全然違う作品陽子の旅っていうのも見たんですけど、ああ、はい、熊切さん、ね。そう、あれもなんか似てるね。まあまあ、あれはもうちょっとメジャーやけどね。うん、でもなんか流れがこう、なんかこう、今のその方眼の流れが、なんか昔の人に会いに行くとか、なんかちょっとロードムービー的、一箇所じゃなくて、何箇所か行って、はい、と人間ドラマっていうのが多いよね。ああ、だからなんか、あれでしょうね、映画って結構、傾向が、偏ってくるっていうのもある、ね、そうそう、だからあのほつれつっていう門脇麦の映画もなんとなくテイストがそういうちょっとロードムービー的な感じでですね。だからなんかもうその辺がすごいテイスト、邦画があのメジャー系じゃない作品のテイストがすごく似てますね。ああ、うん、なぜかやっぱりみんなそんな感じになるのかな。あるある、まあ、福田村とかは全然ちゃうけど、あれはちゃうけど。でございますけど、はい。じゃあ、これからね、今週末も、松村の作品、はい、多いですけど、はい、はい。難病物語もよかったです。そうですね。片思いも、うん、海辺の恋人、まあ、今岡真嗣は映画撮りすぎやけどね。うん、でも、やっぱりあの嬉しいのは、変な話、ピンク映画上がりやから、はい、ちゃんとその、今村風エッチシーンもあるし、まあまあね、うん、あのすごいなと思いながらして、でもやっぱりそれが大事なんやなっていうのが、うん、まあゴール最終地点やっぱり そこも通らないとやっぱりあかんのかなと思いながらね。でもあの大人の映画ですね、大人の映画撮って、まあね、うん、最近あの今泉監督の新しい映画もすごい大人の映画になってたんで、おうおう、ちょっと今岡真嗣監督に近づいたかなと。ちょっと若い人が多かった、今泉監督の作品って、まあね、登場人物が。でもやっと、まあ、ちょっと40代を扱うようになったなっていう。はいはい。それだけの話。似てる、あの作品が似てるわけではないですけど。確かに、ね。扱い方がやっと大人になりはったなっていう。うん、宮崎さんまだ若い人をね、扱うけど。うん、そう、宮崎さんの映画もだからテイスト似てましたよね、ちょっと前のやつね。あ、まあまあね、うん、でございます、はい。ほんで、ほんでまたドキュメンタリーね、クジラのレストラン、クジラのレストラン30日に風の行方で、うん、ね、まあ、風の行方は京都がさっきやからね、あのそうそうそう、私は22日扱いしましたけど、うんうん、クジラのレストランも良かったです。あ、もうぜひね、これね、うん、あれね、今、はい、背景についてますけど。で、いきなりまた6月、10月の頭が、また選挙ドキュメンタリーですね。プレジ。10月6日。あ、プレジ、ね、うん。あれもあの政治的に面白かったですね。ああ、確かに、ね、まあ。まあ、国がちゃうから、まあどうやねんっていうのはあるけど、うん、すごい、それはあります。うん、でも、まあの、見やすいドキュメンタリーでした。で10月13日からまた。そうですね。7日はまたあれやけど、ベトナム映画祭がありますね。ああ、そうなんですね。そうなんです、ね。で、10月の次何やったっけ？ 13、14がその
言うてたやつ。なんとか14がね、14が玉突きの夢と、はい、またあれがありますわ。まだあるんですか、ドキュメンタリーで、鉛筆と銃、長倉妖怪の瞳っていう、あの戦場カメラマンのドキュメンタリー。なるほど。そうですか。まあ、なるべく早めにくださいね。もう今、結局20分です。多分10月予定してるの20本ぐらいです。紹介せなあかんのが。ああ、松村さんからこれぐらい来るやろなっていうのを予想入れて、今20本は20本なんですよ。ああ、どういう、今は、クジラのレストラン、風の行方までは送ってましたよね。あ、プレジデントまで見ましょう。あ、プレジデントまで送ってました。うん、見ましょう。だ一応、10月分、今日、あの、送れるやつまとめて送ってください。また送れる、ね。あの、岸野さんも10月分全部送ってくれる。ピンポン鳴ってますよ。まあ、ほっときましょう。なんか来たんですね。DVD かなんか来たんでしょうね。宣伝物が来たんですよね。うん、いや、なんか、郵送の場合やったら、まあ、後で取りに行ったらいいし、うん、また変な勧誘とか多いからね。そうですか。まあ、またね、あの、ラジオでね、インタビューとか紹介できたらいいんですけど、ちょっと、まだ体がうまいこといかないんで、うん、なんとも言えません。え、ラジオの方はどんな感じなんですか？ラジオは、まあまあまあ、一応、話はあるんですけど、そこから、あの、理事会に お会いしてないので、何も進めないと、うん、まあ、スポンサーとも一応話はさせてもらったんですけど、だからこうなったらこうしよっかっていう話ですね。うん、あと、まあ言ってたね、尼崎にもね、インターネットラジオがもう一個あるので、まあ、そこもまあ一応視野には入れてるんですけど、まあメリットあればデメリットある。はい、もう一個、ほんで大阪城北詰にスタジオがあるインターネット ラジオさんがあるんですけど、まあ、そこも、まあ、FM ギグと提携してるんで、あの、うまいこと言えばそこを行けば FM ギグにもう一回流れるっていう感じなんですけど、そこもちょっとメリットとデメリットがあるんで、はい、デメリットは要するに高いってことですか？その大阪は月に1回4本収録なんで、その映画の情報は入れれない。あ、先がだから、その前は1ヶ月先のを言わなあかんから、聞いたら9月に10月末前の言わなあかんから、そうなってくるとそこまで見ないとあかんし、そこまでにインタビューしないとインタビューは流れない。あ、そういう、はいはいはい、そういうネックがありますね。デメリットがありますね。あ、なるほどね。で、はいはいはい、その状態のに番組としては1時間番組あかな。だからきついなっていうのがあります。はい。尼崎のインターネットラジオは、なんか音楽が流せないんちゃうかって言われてますね。あの、音楽許可承諾のあれがないんちゃうかって言われてるから。ああ、まあ音楽、まあ音楽ね。まあまあね、それはまあ流しても流さんと便利けど、うん、っていう感じですね。で、まあ、FM 尼崎からの尼崎情報局は経費の問題です、ね。ああ、そうね。はい。で、だから、まあ、月1回の市民のでもお話をもらってるんですけど、うん、だから、まあ、それはそれで、今までの生放送のね、流れのパターンですけど、うん、その話はもらってますけど、まあ、ちょっと自分が今までしてきたことの内容でいこうと思うと、どこの局にしても、メリットとデメリットがあるっていう。はい、なかなか難しいですね、はい、ほんで結局介護付きで行かないといけないというところですね。まあ、それがねそれが一番のネックかそうそうそう、だから誰かに迎えに来てもってしないといけないって、うん、もうだから、うん、まずは迎えに来てもらうの大変大変でございます。まあ、そんな感じです。まあ、それだから今おかげさんで、4月以降ウェブでなんとか紹介しできて、でもまあいろんなところからでも担当がちゃいますけどね、ウェブでもええよって言ってメールいただいてるんで、あの東京から来るときはなんかウェブとラジオとかとなんか担当がいっぱいいはって、あ、はい、それだけがややこしいだけでもいろいろもらってますよ。なんか来年公開の映画ももう案内来てますけど早っ。早いです早いです。
だからまあそれは関西では K さんがしてある映画が多いですけど。あ、K さんって、カンさんがするやつが多いですけん、カンさん。ど。カンナさんがするやつが多いです。あ、カンヌさんね。はいうん。はいはい。のするのが多いが、東京から来ますね。先に来ちゃうっていう。うん。だから松田さんのは、まあ、東京から直接は来ないです。ですね。菅野さんのやつは東京から先に来て、ほんで結局来ちゃうんです。関西は、だから菅野さんが担当するみたいな感じですよね。それっぽいです。だから一回拝見して、この、死者とか、スクリーミングマスターかなんかすると、感想を送らなあかんのがあって、感想を打つと、それが結局主催者に行くから、はいはいはい。結局紹介は関西から来るけど、主催者は東は京とかってあるから、逆にそこからいただけるようになりましたね。だから増えたっていう。あ。ああ、なるほどね。そうそうそう。だから名刺渡してないねんけど、案内来るっていうのは、そういう感じです。そうですね。東京のオンラインは、そうやね。だから。期間限定のやつは、前、七人楽隊の時もそうやけど、だから、先方に送るんやもんね。そうそう、なんかそれがあるんで、ちょっとあれそなんこでです登録するからね。けど。そうそう、だからそれでで、来多るんで分すけそれでも一斉に送るんやもんね。ど。うん。東京送だから、る時に、あーっと。うん。でも逆に最近見られてるから気をつけて。だからちょっとコピーライトもちゃんと入れるようにして、ちょっと、ブログは映画以外はやめましたね。だから自分のブログじゃなくなって、完全に映画のブログに模様替えしたんで。ああ、そうですよね。はい。Facebook は食べ物とか入れますけど、ブログは絶対にも入れないっていう感じでしてます。ね、本当はね、ブログ嫌がりはる人も、嫌がる映画会社もありますけどね。今そんな言うとられへんしあ、確かにね。ね、アね。メブロやったらもっと人気があるんでしょうけど、アメブロちゃうんで、あれですけど。はい。これはでもバズりましたけどね、一回びっくりしましたけどね。何がバズったんですか？ブログがバズって、ほいつも何百やのに、なんう。か何千いって、ほう。グーでもうなんか、いつも4000円ぐらいしかいないが、900何円とかに入ってほう。ほうほう。で、時間的に言うともう何十何円まで上がってしまって、びっくりしました。まあだから、一応、一つの映画に関して言えば、まあ、いろんな部分で1000人ぐらいには見られてるかな。ブログとか Facebook とか Twitter とかで、1000人ぐらいは見てもらってるんで、まあなんとか、微力ですけど、やっております。まもなく終わります。じゃあ一旦、ダラダラですけど、ズーム終わります。はい。まあ、電話します。一回、はい。はい。